持ち前の運動神経で誰よりも早くベースを駆け抜けるその姿から赤い彗星と謳われ、実働わずか9年間で381盗塁の偉業を成し遂げた男がいます。レッドスター、阪神タイガース、赤星憲広。安定した打率を誇り、塁に出た際には果敢に次から次へと塁を盗むその姿に、当時楽天の野村克也監督は赤星を塁に出すのはソロホームランと同じと称するほど。そして9年間でゴールデングラブ賞を6度獲得するなど守備力もトップレベル。しかし2007年5月4日の広島戦でダイビングキャッチを試みた際に首を強打。その後医者からは頚椎椎間板中心性ヘルニアによる脊髄損傷と診断された。翌年2008年はフル出場を果たすも、2009年にまたしてもダイビングキャッチを試み中心性脊髄損傷を負い引退を決意。怪我を恐れずチームの勝利のために身を削った男が残した言葉を最後に紹介します。もしももう一度あの場面に戻れるとしても飛び込みたくはないけど、やっぱり僕は同じことをしていたでしょう。